テイルズオブエクセリア2やっていきます。それじゃあローエン、一緒にエピソードやらないかい？ってことでやっ切ります。ローエンエピソード4、彼方から彼方へ。はあ、ルドガーさん、ご存知ですか？はい、何ですか？ディールはお酒の名産地で、なかなかいい地酒が揃っているんですよ。みたいですね。ここ最近いろいろありましたから、骨休めに一杯どうですか？あ、いいですね。ルドガーは一応二十歳みたいで、あなるほど、ルドガーが主語かどうかはプレイヤー次第と。あ、一杯じゃなくて腹一杯でもいいよ。やった行けますいいノリですが、酒は腹ではなく胸を満たすもの。またいいこと言う。大人の飲み方を教えて差し上げましょう。ささ行きましょうか。いいな。うわ、ローエンと行きたいけど、多分これは同性だからいいんだろうな。いくら私がその仮に女として見られてなくても、やっぱちょっとあやされそうよね。なんか男性とは違う付き合いになっちゃうだろうからな。いいな、どうせ。あ、増えた。おや、ミラさん、エリーゼさん、どうしました？あ、いや、これといって用事はない。エリーゼと散歩していただけだ。あ、そうなんだ。その老園の遺書関連まだ解決してないからね。ですよね。老園たちは何をしてたんですか？今からね、男同士の酒飲みなんですよ。これからルドガーさんとディールの美味しいものをいただきに行こうかと、ね、その言い方だったらついてきそう。美味しいものだと。ほら、ディールの名産は確か魚料理とお酒ですよね。エリーゼはちゃんと勉強してるね。僕たちはお酒飲めないけど。ご一緒にいかがですか？あら、美女がいた方が我々も嬉しいですしね。振られた。じゃあ私も行ってもいいんじゃん。うん。口のうまいやつだ。うんとね。いいだろう。美女ってミラだけ？え、そんなことないよ。エリーズだって美女でしょ。美少女だけど。もちろん美女お二人と美ぬいぐるみお一人ですよ。にょふん、出れちゃう。チョロリンチョでしょ。失礼。あ、電話だ。いつものローエンだな。ああ、やっぱり心配できたんだ。はい、きっとイスは何かの間違いですよ。間違いってかね。申し訳ありません、ちょっと急用ができました。あら、どうしたんですか？大丈夫ですか？軍の緊急招集です。あ、そうなんだ。和平反対の過激派がテロ予告を出しました。早急に対策を練らねばなりません。リーゼマクシア側だよね。忙しいな。不平を言っている暇もないほどですが、全て両国の未来のためですからね。ジジイは後悔している場合じゃないんだよね。ルドガーさん、これを。何？何？お金？なんだこれ。食事に行けなくなったお詫び。難しいな。食事に行けなくなったお詫び？まあ、売れば多少のお金にはなるかもしれませんが、売らないでくださいね。え、何？私のとお揃いですから。はあ！なになに、ありがとう。この穴埋めは必ずどこかで。はい、もちろん。また行きましょう。ローエン、あいつは今使命を一心で背負っているな。そうだね。はい、そんな人が遺書なんて書きませんよね。うん、悩んでいても仕方ない。腹ごしらえをしよう。なんだろうね、別に。お魚の酒、あら、美味しかったですね。いいな。飲む方の酒はまた今度、ローエンと来る時にな。取っとくんだ、いいね。え、分子世界系？ルドガー様、ベルです。先ほど過激派から犯行声明が出されました。あら、こっち側でも。ローエン・ジェイ・イルベルト、リーゼ・マクシア宰相を誘拐したとのことです。はあ、その向かってる時に
連れ去られたの？クラン社はマルシア首相からの依頼を受け、テロ制圧に協力します。あ、そういう流れで電話かかってきたんだ。状況を報告いたしますので、至急本社までお戻りください。何があった、ルドガ？ローエンが誘拐？おそらくさっきの GHS はローエンをおびき出すための罠だったのだろう。あ、嘘だったってこと？ローエンを助けなきゃ。ルドガ、私たちも同行するぞ。うん、はい、ローエンを案じる。チャット、よもやローエンほどの人物が誘拐されるとはな。ローエン、怖い目に遭ってないでしょうか？これこそ、まあでも誰を、どうなんだろう、マルシア首相をおびき出してるとか。拷問されてシュマキになってたらどうじゃん。そんなこと言っちゃダメです。きっと大丈夫ですよ。やめい。あ、俺たちがいるんだからな。ルドガ。あ、なんといってもあのローエンだ。むしろ私は誘拐した相手の身が心配に思えてくるぞ。うんうん、そうですよね。やっと解放された。ごめんね、ティポ。私、気にしないで、エリーゼと僕の中でしょ。とにかく確かなことは一つ、ここで不安になっていても事態は何も解決しないということだ。うん、私たちがローエンを絶対に助け出さないとですね。はい、頑張りましょうみんな。おお、合点承知。その息だ。で、ローエンにもらったやつなんだけど、お守り代わりにと渡された不思議な石、ローエンも同じものを持ってるらしい。なんか緑色と地属性で、なんか文字が書いてありますね。あ、よく見たらさ、この文字って風と地をもじってる感じの、それっぽく見えるね。そうなんだ。これは大事なものなので、アクセサリーとかではないですね。では状況を説明します。お願いします。誘拐声明を出したグループはエレンピオス至上主義を唱える過激派です。エレンピオス至上主義？要求は和平条約の解消か？はい、エレンピオス政府に対して要求が出されたと連絡を受けています。エレンピオス政府？どうしてローエンが？イルベルト宰相は今やエレンピオスにとっても必要なお方。おそらく彼らはそれを分かっています。その上で和平のキーマンであるローエンを交渉カードにしたということか？そんな。彼らは我が社の通信基地局をジャックし、このような声明を流しました。エレンピオスは我々エレンピオス人のみに与えられた神聖な世界である。我らの純血を汚すリーゼマクシアとの友好など一切認められない。奴らは燃料であり、彼女は逃走者どもの流刑地に過ぎない。我々はエレンピオス当局が真に進むべき道に立ち返り、和平条約を破棄することを望む。これを拒否した場合、断固たる処罰と徹底的な抗戦をもって報いることを宣言する。こんな奴らに老縁が。無論すぐ差し止めましたが、敵は強力な通信妨害陣を使用しており、発信場所の特定には至りませんでした。なかなかやりおる。せめてもう少し情報があれば。あ、そっか、捕らえられてなんかここに来いっていうやつじゃないんだ。共鳴石なんですか急に。さっきローエンに渡されたやつ。それはローエンからもらった石だな。見せてくれないか。この石には何か術が仕掛けられているようだ。次第に聞けば術の正体がわかるかもしれない。うん、
この術は水と地を伝わる特殊な波動を発している。火と風を伝わる対になる波動と共鳴しているようだな。教えてもらわないとわからないようなもの大丈夫だったんかな。ミラがいてよかったね。まあそれも込みなんかもしれんけど。ローエンがもう一個同じ石を持っていました。次第に一番強い共鳴が生じている場所を探らせてみよう。そこを基準に現在地と対象になる場所がもう一つの波動の発信源のはず。さすがローエン。基準点判明。現在地との位置関係から推測すると。え、そのマナーのやつと機械のやつって融合できんの？すごいね。もう一つの波動の発信点はリーベリー眼光付近です。リーベリー眼光、リーゼマクシャドウな。ローエンはこのために石をルドガーに渡したんでしょうか。ねえ、まるで自分が誘拐されると分かってたようだな。ローエン、うちですよね。助けてほしくてやったってことなの？交渉カードとして使うのだ。簡単に殺したりはしまい。だよね。ただ交渉の可否に関わらず、最終的に和平のキーマンであるローエンを始末する。そう考えていても不思議はない。確かにね。それについてですが、クラン社の分析では、仮にローエン様が亡くなられた場合、過激派への反感が生まれ、両国和平への機運が高まるという結果が出ています。何？それってまさかローエンは自分の死を利用しようとしてるのか。いや、前も言ったけどさ、今ローエンがそのいろいろな人から恨まれてるのって、ガイアスのヘイトも背負ってると思うんですよ。だからそういう面で自分の死を利用としてるっていうのはちょっと私は考えられないかな。ローエンに限ってそれはない。ローエン、好感度上がってる。絶対に助けましょう。なんだろう、嬉しいのかな。ローエン、なんだろう今の好感。過激派のアジトはリーベリー眼光だ。行くぞルドガー。はーい。過激派のアジトはリーベリー眼光と推定されます。どうぞお気をつけて。どこかにローエンがいるはずだ。しらみつぶしに調べよう。待っててくださいね、ローエン。あ、なんかいる。お前たちはまさか来ると思わん。連絡される前に倒す。はい。おぼろいたち。ローエンはこの奥ですね。急ぐぞ。はい。見張りがいたということは、この奥にローエンが。ローエン倒れてる。どうしてここが。お前たちはそこにいる男に裏を書かれたということだ。この老いぼれが何だって。うわー、待って。武器を捨てろ。ローエンの安全を優先する。それでいいんだよ、シルフ。リーゼマクシア人どもが逆らうんじゃねえ。センサーやくれよ。ソウルフェイク吸い込みますよ。これで一件落着ですね。まったく、お前というやつは。ローエン、生きててよかった。皆さんが来てくれると信じていました。お前は誘拐されると分かっていたのか。確信があったわけではありませんが、可能性としては無視できないレベルかと。そこで念のためルドガーさんに追跡用の共鳴石を渡しておいたのですよ。よいしょっと。おかげで過激派の本拠を叩くことができました。作詞め、ここまで考えてのことだろ。そういうこと。皆さんを信頼していればこそです。ローエン、あの衣装を見つけたです。ローエン、死んじゃ
赤い逃亡者。ああ、あれを見つけたのですね。中身は？いえ、怖くて最初だけしか読んでないです。エリーゼさんの手紙は、リク家を再興するドロッセル様への協力をお願いしています。え？リク家の再興はラシュガルとアジュールの統一教化においても重要ですからね。他にもカンバルクとイルファンの資質にも国の要人宛に手紙を忍ばせています。内容は今後のリーゼマクシアのこと、そして和平進行の段階的政策についてです。なるほど。死してなお使命を全うするためか。もちろん死ぬ気なんてありません。むしろなすべきことが山積みで死んでいる暇もないほどです。かっこよ。ただ人の命の儚さも分かっています。志半ばで倒れたせいで叶えられたかもしれない未来が消えてしまう。私にはそれが死よりもつらい。そうか。仮にお前がいなくなっても両国和平の光が消えないよ。はい、いろんな人に私のお願いを書いておいた。それがあの手紙です。今までローエンが私に何かを頼むなんてありませんでしたよね。それだけ一生懸命なんだね。自由に未来を選べるエリーゼさんに国のことを託すのは筋違いと思いつつも、友達のよしみでお願いしちゃいました。いいんです。でもやっぱりそんな話じゃ惨いよ。それもね、ローエンかっこよすぎるんやけど。どう、ちょっともう なんだこの気持ちをどう語源化したらいいかわかんないけど、もうとりあえずローエン好きっていう気持ちでいいですか？伝わりました？そうね。そうね、ローエンは俺が守るよ。です、私たちが守ります、絶対。今回のようにな。ありがとうございます。どうやら残りの手紙を読んでもらうことはなさそうですね。はい。マルシア首相からですね。ずいぶん心配をしていただいたようです。マルシア首相にとってもローエンは大事な人なんですよ。というか大事な友達。友達ですか。確かに仕事の枠を超えたお付き合いになってきてるのかもしれませんね。今度お詫びも兼ねてお食事にでも誘ってみますか。ローエンやる。その前に今度こそ私たちと美味しいものを食べに行こうか。ローエンの全おごりでな。私の全おごりですか。ローエン、彼方の喜びを彼方の喜びとせよですよ。一本取られたな、ローエン。参りました。今日はおごらせていただきます。やった、不動っ腹。彼方から彼方へ、彼方から彼方へ巡る喜びこそ真の幸福なり。いつか私もローエンにおごってあげますね。ローエンが頑張ったご褒美に。はい、その日が楽しみです。あー、もうめっちゃ良かった。いやー、そのエクシリアこういうところ好きだわ。エクシリアとか、まあ、テイルズ全体ね。もういろんなこの気持ちを残してくれる、もうなんかこのあったかい気持ちをいつまでも覚えてたいな。ルドガーさんは頼りになる方なのに、どうも私は心配性のようで。心配しすぎないよう心配するようにしますね。お互い様だよ。彼方から彼方へ、彼方から彼方へ回る喜びこそ真の幸福なり。
私には皆さんのような互いに助け合う仲間がいる。これこそ本当の幸福ですよ。彼方から彼方へ、和平に反対する過激派に老縁が誘拐された。もしかして老縁は自分の命を両国融和の礎にしようとしているのかも。だから衣装を、老縁が俺に渡してくれた共鳴石のおかげで犯人のアジトがリーベリー眼光だと判明した。とにかく老縁を助け出さなきゃ。行こうみんな。やっぱり老縁は死ぬ気なんかじゃなかった。全部過激派を一網打尽にする作戦だったんだ。無事に戻った老縁は遺書に思えた手紙は、俺たちを信用したお願いなのだと明かす。老縁の信頼は嬉しい。でも水臭いのはもうなしにしてくれよ。俺たちは老縁の意思を受け継ぐ仲間なんだから。いい文章だね。ではアルヴィンのエピソードを見ていきます。今シャンドゥですね。アルヴィンエピソード5、確かな未来を求めてよ。ダブル電話。ハロー、ノバだよ。次の依頼なんだけど。ごめんね、ノバさん。ルドガーは予定いっぱいなの。え、ちょ、なに。ああ、今捕まえたところ。お、なになに、相手ユルゲンさん。ああ、だからすぐ行くって。待ってろ。え、なになになに、柔らかい口調ですけど。早く来いって。まあ、そんなとこ。ルドガーにはいろいろと世話になったからさ。ほう。報告会っていうが、まあ、打ち上げに参加してほしいわけ。何、いろいろ解決した後ってことかな。うまくいったんだな。ああ、つまり飲みの誘いだろ。に、お、さすが話がわかるね。私も今回は記者として同行します。え、普通に、あ、仲間としてでいいんじゃないの。ダメ、独占取材の許可もらっちゃった。あ、そうなんだ。期待してるぜ、記者さん。あ、逆にそっか、記者として来てくれた方が、その広報係としてね。ドボールの酒場を押さえてある。ぼちぼち移動しようぜ。おーい。え、なんでドボール。シャンドゥの名手で乾杯するぜって意気込んでたじゃない。これの都合だよ。これ、さっき見てきたんだが、桁がマジで違うのな。驚いたぜ。へえ。あちゃー、そっか。ならいっぱい稼いでいつかリベンジだね。ああ、いいね、その考え方。そうだな。じゃあ今日のはその前哨戦も兼ねてってことで。え、ユルゲンさんとバランさんまでいる。なんだ、先に始めてたのかよ。飲まないと聞いていられなくてさ。ねえ、この間お前と飲んだ時の話をしてたんだ。は、話したのか。どんな話。どんな話。アルフレドがなりふり構わない恥ずかしい告白をしたっていう話。へえ。してないだろう、勝手に脚色するなよ。ドリンクのご注文はお決まりですか。何食べてんの。ホットドッグ。私ナップルジュース。俺は二人と同じやつ。お前は。え、じゃあ同じやつで。こういうのはやっぱ一緒じゃないと。俺もアルビンと同じ酒で。社会人が板についてきたな。もちろん。で、結論から言うとだ、こっちで企画してた商品については先方に異常する。どうにもならないの。エレンピオスではこういうのは名乗りを上げた者勝ちらしい。そういうこと。なんで今さら向こうを攻めたって仕方ねえ。むしろ下手にやり合って妙な悪評が立つのは避けたい。そっか、仕事しづらくなるもんね。今回はバランがフォローしてくれて助かった。仕事柄それなりに顔は聞くから。
それじゃあスカウトの件は。断ったよ。俺はユルゲンスとこの商売を始めたんだ。単に儲けられりゃいいってわけじゃない、うん、そうだよね。俺に頭を下げるくらいだもんね。なあ、本当に散々話し合ったろ。いいんだよこれで。お前と組めて本当に良かったよ。ありがとう。今回のことで自分に足りていないものが分かった気がするよ。やっぱりアルビンがいなきゃダメだな。よせよ。俺だってそもそもお前が誘ってなきゃ。なんだかんだいいコンビじゃない。ですね。なんで上から目線なんだよ。いいコンビか。そうなっていきたいな。はいはい、最後に質問。二人は両国の架け橋になるのを目指して商売を始めたんだよね。ズバリ今の感触を聞かせてください。確かに両国の価値観の隔たりは大きいが、だからこそやりがいもあるよ。単純な利益を出す以上の意味がこの仕事にはある。それに気づいたんだ。だからもう一度かけてみようと思ってるよ。ふむふむ、うん、いい記事書けそうかも。やっと全員揃ったね。いいね。仕切り直しだな。ああ、やろうぜ。え、これトマトジュースだったらトマトジュースになってんの？それぞれの成功を願って乾杯。乾杯。協力してくれてサンキューな。いいいいいい、ちょっとキュンってしちゃった。めっちゃよかったよかったね。アルビン、確かな未来を求めて。てかバーなのにああいうこう居酒屋みたいに食べていいんだ。確かな未来を求めて。ドボールの酒場に俺たちを呼び出したアルビンは改めてユルゲンスと商売を続けることを宣言する。2つの国をつなぐための仕事は違う価値観を持つユルゲンスと一緒にやらなきゃ意味がないと。よかった、居場所をなくさなくて済んだな。2人の成功を願って乾杯。飲み会付き合ってくれてサンキューな、ルドガ。今度はもっと大人な店に行こうぜ。いや、アルビンだいぶこう吹っ切れていい声を出すようになりましたね。うん、いや、よかった。